ドクター林の健康ゲラゲラクリニック。皆さんこんばんは、ドクター林です。寒くなりましたね。外は雨だし、今夜あたり雪になって雪が積もるじゃないかって、ね、言われてましてね、車大丈夫かなと思ってるんですけれども、まあ、本当に寒くなりました。もうあの夏、暑い夏かった夏をもうすっかり忘れましたね。もうこうなるとね、今はもう早く夏にならないかなと思いますけどね。夏になったらなったでね、もう夏は嫌だなと思いますけども、勝手なもんですよね。冬になってね、まあ、私一番困ってるのはね、やっぱりこの赤切れが結構できるんですね。もう爪と指なんかにほんの小さいですよ。ほんの 1ミリか2ミリぐらいの傷なんですけどね、赤切れできちゃうともうボタンもかけられなくなっちゃう。もうそれだけでね、本当にね、もう何もできなくなるぐらい、苦しみますね。これが一番辛いですね。もう指がね、絆創膏ってバンドエイドだらけになりますよ、本当にね。そんな風にやって生活してますけども、本当にこの字を書くのも辛いし、こんなちっちゃい傷でね、こんなに人間の体ダメになるかなと思いますよね。小指を落とすと、要するにそのなんか小指を落とさせる気持ちが分かるような気もしますよね。まあ、そうなんですけど。ね、本当にね、そういうことで、あとはね、やっぱり皮膚が乾燥してるんですよ、これね。油物をしっかり取ってはいるんですけどね、まあ、別に控えてるつもりもないんですけどね、やっぱり体からなんか油がなくなってるのかね、なんか分かりませんけど、とにかく赤切りには結構苦しんでますよ。それとね、やっぱりだんだんこの皮膚、空気が乾燥してきますからね、これから本当に、風邪に気をつけなきゃいけないですよね。もうよくうがいをしなきゃいけないしね、夜は乾燥しないように、部屋を乾燥しないようにね、加湿器なんか十分かけてた方がやっぱりいいと思いますよね。やっぱり喉から感染できますからね、まずその喉を乾燥させないようにするでね、まあ加湿器やる濡れタオル何でもいいですけどね、部屋に十分かけて洗濯物を部屋に干せばいいじゃないですか、ね、それで、まあ湿度を高めるということが、ね、一番大事じゃないかなね。本当にね、いろんな風邪も流行ってきますからね。もう最近ウイルス性の胃腸炎ですね、もう入ったり下痢したりですごく多かったですよね。でそれもちょっと一段落してき、してきてますからね、もうこれからやっぱりもう本当インフルエンザですよ。待ち始まったインフルエンザですよ。待ち始まってないです。予防注射してますか、ちゃんと皆さん、ね、予防注射してくださいね、本当にね、もうそろそろうちも品切れになりますから、ね、早く来てください本当に。とにかく大変で、これから風邪に気をつけなきゃいけないねということをね、いろいろとね、また今日もゲストの方にその健康法をね、いろいろ教えていただきたいと思うんですけどね、ということです。ではまずね、1曲目、皆さん待ちに待った青春会を待ってないですか。青春会いきましょうね、これはね、梶光雄さんって人が昔いてね、その人の青春の城下町、これね、私が一番初めてね、中学2年生の時に人前で歌った歌でちょっと思い出があるんですけどね、聞いていただきましょう。梶光雄、青春の城下町。
はい、さあそれでは毎週素晴らしく楽しいゲストの方をお迎えして、お話を伺っている健康ゲラゲラクリニックですね、今日のゲストの方は歌手の夏木妙子さんです。どうぞよろしくお願いします。よろしくお願いいたしますこんばんは、夏木妙子です。です、その夏木さんにですね、いろいろとまたメールとかで、ね、いただきたいと思いますので、ね、メールアドレス、はい、789@kfm789.co.jp789@kfm789.co.jp、 ファックスの方は0356705332、 5670533にですね、どしどしお寄せください、はい、お待ちしておりますそうですね、夏木妙子さん、はい、ね、シャンソン歌手でいらっしゃいますね、はい、私もシャンソンなんてね、もうこのまあ歌謡曲だけですから、ね、もう演歌だけですからね、シャンソンはよく知らないんですけどね、まあ、とにかく大学を出てから、ね、法政大学、法政大学いましたね、先週法政大学出身だった女子プロレスラー、法政大学出てましたね、そうなんですかいろんなジャンルに行く人がいるの、いるもんだなと思いますけどね、大学を出てから、はい、その大学に入ってから本格的に歌のレッスンされたんですか。そうですね、同時ぐらいですね。ああ、はい、じゃあもともとだけど歌はうまいとか好きだとか、そういう、もう大好きです。大好きだった、はい、もう小さい時から歌も好きで、ピアノをしたり、習ったり、 あと声楽も習ったりとしておりましたけれども、ちゃんと本格的に一応レッスン受けてたみたいですね。はい、そうですね。じゃあいずれは歌手になろうとは、全然思ったんです。小学校の先生になりたかったんです。ああ、うん、あ、そうですか、はい、小学校先生だって歌とかなんとか、そうです ね、 そうですもんね、はい、でその今日歌手になろうと思ったきっかけって思ったきっかけとか、それはじゃあ、そうです、ね、大学に入って本格的にその、シャンソンを歌う前に、まあ、歌謡界にスカウトさ、ちょっとされたんですよね、ある事務所から。でその事務所に入ってこう歌のレッスンもしたり、まあ、並行して、シャンソンの方も習ったりなんかこうしていたんですけれども、はい、まあ、シャンソンの方がこう好きになったというか、はい、それで、まあ、ちょうど、まあ、バブルの時代だったので、まあ、仕事も本当にいろんな歌を歌う仕事ってたくさんありまして、ですから、シャンソンのお店に出たり、うん、ジャズのお店に出てジャズも歌ったりとか、はい、しておりました。もともとジャズとかシャンソンとかそういう方が好きだったんですか、演歌よりも。いやいや、もう演歌の中で育ったんですよ本当は。はい、父も母も演歌が大好きで、シャンソンなんか知らないお家というか、かかったことのない家だったんですけれども、下町でね。でも、ある時越路吹雪さんが、私が中学生の時に亡くなられまして、はいはい、で越路吹雪さんの特番をずっとテレビでやっていたんですね、はいはいはい、初めて私はその時その越路吹雪さんの歌を聞いて、なんかこう惹かれちゃったんですね。ちょっと大人びた中学生だったと思うんですけれども、で、お母にこの人の歌ってる歌はなんか聞いたことないんだけど、うん、何かと聞いたらシャンソンよと教えてもらい、昔はそうですね、図書館に LP とか昔 の、はいはい、レコードがたくさんあったんですね、でそこに図書館に行って、その越路さんですとか、まあ、シャンソンの人の CD を借りてきたり、うん、でいつも図書館に行って CD を、CD じゃないです、レコードです、当時は、レコードを借りてきていろいろ聞くっていうのがすごく好きで、まあ、そういう下地があったんですけれども、はい、シャンソンってやっぱり愛の歌とか、だいたいそういう内容なんですか。人生の歌ですとか、でも本当に年代的には古い歌がほとんどですので、まあ、あちらで私たちが歌ってるシャンソンをフランスで行って歌ったら、超夏メロですね、ですから反戦歌もありますし、あとこう社会を揶揄するような、まあ、そういう皮肉の入った歌ですとか、で日本は独特で、そのシャンソンのフランス語を全部訳したり作詞したりしてる曲が何千曲もあるんですよ、はいはいはい、それは本当に日本独特だと思うんですけれども、ですから、まあ、私たちのような仕事が成り立つというか、もう25年以上もシャンソンを歌ってきてしまったんですけれども、はい、フランスでシャンソンっていうのはどういう、例えばシャンソンっていうのは歌っていう意味です。そうですか、はい、例えば日本で言うと、フランスの歌謡曲ですね、はい、歌謡曲って感じなんですね、はい、そうですね、そうなんですね、はい、シャンソン歌って25年、はい3歳の時からってよく言っちゃってるんですけどね大学行って本格的に習ってだいたいなんか年齢も弱算すると分かってしまいますけれども、はい
そうなんですよ、はい、それで大学出てからその銀パリにオーディション合格したってことですね。オーディションに合格しまして、当時ね、あの銀パリというあの銀座で、まあ、バンドで、あのシャンソンを聴かせるお店がありまして、まあ、そこが私たちの登竜門というか、そうですね、そこで歌うようになると、うん、まあ、プロというか、まあ、あの歌謡界にデビューっていうことがほとんどなかったので、シャンソンはそこに出ると、まあ、プロっていう感じで、うん、こう登竜門だったもんですから、うん、あのそこを受けまして、まあ、そこで歌うようになって2年したら、まあ、クローズになっちゃったんですね。あ、そうです、まあ、本当バブルの時だったので、いろいろあったと思うんですけれども、うん、まあ、あの今はもう本当に三輪明宏さんですとか ね、 当時、もう皆さん、出てらっしゃったんですけれども、もっとね私も出ていろんな方と一緒に共演したり勉強したりしたかったなという、うん、まあ、今ですからあのシャンソンをね、あの聞けるお店も本当に少なくなりまして、そういうシャンソンの登竜門とかいうのはないんですか、今そういうお店は。そうですね、なくなりましたね。はい、ですから昔は銀パリ出てるって言うと、あ、じゃ あ、 あの大丈夫だねっていう感じで、まあ、仕事も結構あれだったんで、今銀パリって言ったらどこのパリですかみたいな、そうですよ、ね、全然どなたもわからないっていう感じですけれどもね、はい、シャンソン歌手になりたいっていう人がいたらどういう道があるんですか。あ、そうですね、やっぱりあの、うん、シャンソンを教えてもらうところ行かないと分かんないですよね、私が教室やっておりますので。あ、そうか、はい、教室やってる人のところ行って、そうですね、はい、あの習うってことですね。はい、もうあのたくさんいろんな曲があるんですけれども、うん、全部それが CD になったり本になってるというわけではないので、はいはいはい、私たちもこうあの先輩とか、まあ、先生からとか、うん、こう師とかあの譜面をいただいて、それでこう勉強して歌っているという、うん、でまあ本当に日本で訳されてる曲がいっぱいあるんです、日本語になっているの で、 でそれはやっぱりあのこう口述ではないんですけど、こうもらったりとかしないと詩はやっぱりないですよね、うん、本になってる、全曲本になってるというわけではないので。あのフランス語でも歌われるんでしょ。いや、ほとんど歌わないですね、あの歌ったことがあるんですけど、フランス語、フランス人に言わせるとやっぱりなんかちょっとめちゃくちゃに聞こえるっていうんですか。そう、いわゆる私たちがあの外国の人が綺麗な日本語で歌っている分には、うん、あの違和感ないですけど、そうですね、ちょっと変な日本語だと違和感あるじゃないですか、そういう感じになっちゃうんだ。そういう感じなんですよね。で私あの一応大学でフランス語やりましたけど、やっぱり歌となるとやっぱりまた全然違うので、あ、まあ、あのフランス人に聞かせるんだったらあれですけど、うん、日本人に聞いてもらうにはやっぱり、うん、その詩の内容がとってもいいんですね。なのでやっぱり日本語 で、 あ、ね、あのとてもいい詩がついているので聞いてもらった方がいいなと思って、あまりフランス語では歌わなくなりました、うん、なるほど、はい、ちょっとしたフレーズとかね、ラビアンローズとかね、ジュテームとかね、そのぐらいは入れたりしますけれどもじゃあまずね、夏木さんと歌一曲聴いていただきましょう、はい、何からいきますか。実はですね、25年もシャンソンを歌ってきたんですが、今年5月に歌謡曲でデビューすることができたんです。あらら、はい、その歌謡曲デビューの中のカップリング曲なんですが、はい、トリトンの街という曲がありまして、春美にあるやつ。あ、そうです、先生よくご存知でその、 あのトリトンの街で の、 あの恋を歌って、トリトンの街という曲からお聴きくださいませ。はい、
ね、トリトンの街という夏木太子さん、今年の5月ですね、はい、今年の5月15日です。歌手として、はい、歌謡曲として、ね、はい、歌手としてデビューした、はい、でも私聞いてたらもうあの歌謡曲だかシャンソンなんか分からないですけどね。そうですね本当そうですね、はい、そうなんですね、そうなんだ、はい、そしてまあでも25年もやってこられたわけだからね、それはずっとシャンソンばっかりで、たまにジャズ歌ってなんかするけど。そうですね、ジャズとか、ね、まあでも歌謡曲も歌いましたね。あのお客さんの中には、うん、あのリクエストしてくださる方がいてね、うん、あのテレサテンさんの歌をね、あの会うと思うから歌ってほしいとか、 あと美空ひばりさんの歌をね歌ってほしいとか、あのですからあのまあ、ステージの中ではあの歌謡曲もたくさん、あの歌ってはきたんですけれども、はい、うん、主にあの普段はどういうところで歌ってらっしゃるんですか。シャンソニエというんですけれども、まあ、ピアノが一つありまして、まあ、お酒を飲みながらピアノの伴奏で歌うシャンソンを聴くお店というところで、まあ、今ちょっとあの教室、昼間シャンソン教室をやっておりまして、はい、その教室がちょっと増えたものですから夜のステージはちょっとぐっと減らしたんですけれども、まあ、一番歌ってた時で週にあの4日とかあの夜お店でずっと歌ってることがありました。そのお店ってシャンソンばっかり歌せるお店なんですか。そうですね、ライブのお店なので、はい、あのシャンソンの歌手が出てればシャンソン、 その日はシャンソンとかですね、はい、カンツォネとかあとジャズとかっていう日もありますけれども、まあ、生ライブのお店ですよね。はい、で教室はご自分でやってらっしゃるんでしょ、はい、そうです。あちこちにあってどうやってあれしてるんですか。誰が教えてるんですか。私が教えてる。一人であっち行ったりこっち行ったりして教えてる。それは大変ですね、はい、ピアニストさんが来て、あの教えるクラスもありますし、あのシャンソンのカラオケを作ってもらっておりまして、はい、そのカラオケであの一クラス8人とかグループレッスンでね、あの教えることもあります。まあ、あの昔のお嬢様がほとんど生徒さんですけれども、はい、そういう人たちみんなシャンソン習いたいと思って来てるんですよね。そうですね、でも私の本当人生の大先輩ばかりですけれども、本当にあの教わりますね、いろんなこと。はい、あそうですか、はい、あの生徒さんですけれど私も精一杯あの、あの教えますけれども、皆さんからもいろんなことをあの教わってるなと思いますね、いつも、はい、それ教室は週何回ぐらい行ってんですか今。ですね、週に何回っていうと、まあ、いろんなクラスがあるので、あれなんです、まあ、週に 2、3回になっちゃいますね、はい、はいはい、あの月2回のクラスが何クラスも ありますので、でもあっち行ったらこっち行ったりしてるわけだからほとんど毎日出歩いてるってことですか。まあ、そうですね、週に3日ぐらいは出歩いてるという感じです。それで夜は夜で、そうですね、あとどっかお店に行ってライブの、はい、ライブハウス行って歌ってと、はい、ああいいですねそれもね、先生はずっと病院で。いや本当ですよ、もうね朝から晩まで病院でね、でもほらいろんな人が来てくださるから楽しいじゃないですか。そんなことないですか。楽しいですかね。あんまり楽しいと思ったことないですけどね。私もあの人に会う数だけは本当に、あの普通の人よりもいろんなところで特定多数の方と会ってお会いするので、多いなと思ってるんですけど、でもまあそういう方がいいです。私なんか一人一人に対して歌を歌わなきゃいけないわけですから ね、それは大変ですよね本当にね疲れますよ。そうですね、はい、そうですか、はい、それで、まあ、お忙しくしてらっしゃったんですけども、はい、あの震災の後に気仙沼とかああいうところでそのいろいろ何ですか、はい、やってらしたの。あの今年あの気仙沼の方に行かせていただきまして、あの慰霊 の、まあ、供養の、 あの、はい、供養祭っていうのかな、まあ、そういうのがありまして、あの実はあの俳優のね滝田栄さんが、あの地蔵様というか、まあ、ほとんど仏像なんですけれども、はい、彫られてまして、その、 あの仏像を、まあ、あのどなたでも宗派関係なくお参りできるようにということで地蔵堂を、あの建てられて、でそこであの導き地蔵ということで、あの建てられたんですね、まあ、いろいろな方のご協力を得て、まあ、土地もあの寄付してくださる方がいて、でそこの前であのいろいろな人が出て、まあ、踊りを奉納したり歌を奉納したりじゃないんですけれども、行かせていただいて、まあ、歌わせていただいたんですけれども、まあ、あの実は初めて行ったんですね、あの震災の後、何かできないかと思いつつ、まあ、本当に何もできず、あのでも
来てもらうことが地元の人にとっては何よりも嬉しいんだっていうのを本当に聞いて、行っても皆さんそうおっしゃってて、うん、であの来てもらうことが一番嬉しいとおっしゃって、うん、でなんかの屋台村みたいなのがありましてね、でね面白い話があって、で屋台村行ったらあの全部ねなんかお店がねホルモン焼きのお店なんですよ。海のそばなので、私なんかはあの魚介 の、あのそういうお店なのかなと思って、あの行ったら、あの全部ホルモンの店で、それで、まあ、終わった後にバーベキューみたいなのを始まった時に、あの牡蠣とかねいろんな海の幸がいっぱい出てきたんですよ、わこれ食べられるんだと思ってあの楽しみにしてたら、あゲストの方はこちらへ特別のところへって言って行ったらなんかお肉が出てきて、あ海の幸の豊富なところはあのそのご馳走はやっぱりお肉なんですね。それでもあの海の幸は私たちにとってすごいご馳走なんですけど、ご馳走じゃないってことがよく分かって、そうですよ、ね、普段はもうホルモン焼きがすごく皆さんお好きで、あのホルモン焼きをよく食べてるそうです、はい、うん、びっくりしました、あんなに海の幸が豊富なんですけど。山の中の旅館行ってお刺身なんか出たりしますからね、やっぱりごちそうなんですよね。そうですよね。そのだからあのないものがごちそうなんだなっていうのがよく分かりまして、うん、はい、面白い、あのやっぱり行ってみないと分からないことってね、うん、たくさんありますし、うん、まあ本当にいろいろな、まあ悲惨なこう本当に爪痕をたくさん見ても言葉もなかったんですけれども、うん、まあ、あの毎年これからあの年に2回ぐらいそこでいろんなことをやっていくということなので、うん、私も行くことに意義があると思って、あの行かせてもらう、ね、ことにしております。はい、それとかいろいろなあの慰問っていうかあの高齢者の慰問、はい、そういうのをやってらっしゃるってことですね。はいはい、もうそれはもう長年ずっとですね、高齢者ホームの慰問は、あのさせていただいていまして、あのどういうところに行くんですか。本当に高齢者ホームですね、うん、そこは、まあ、あの健常者の人もいるような大きいところですか、うん、まあ、あのマンションみたいになっているようなところもあれば、はい、本当にもうあの地方の人が入っているあの、はい、特別養護老人ホームみたいなところにも行きます。はい、で、あの友達とかいろいろ横のつながりで、あの来てくれないかなとか、あのそういうお客様の依頼ですとか、うん、あとホームページ見てあの依頼される方もいらっしゃるんですけど、まあ、とにかく、まあ、あの日にちが空いている時ならばということで、あの受けさせていただいてまして、あのそちらをこう優先する順番がねちょっと違っちゃう場合もあって申し訳ないんですけれども、あの、まあ、させていただいてます。それで私はあのすごくドレスとかすごくあの今日はちょっと地味なんですけど華やかにするのが好きなので着飾っていくんですね。そうするともう出て行った瞬間に皆さん手叩いて涙流してもう喜んで、もうなんだ 歌う前から喜んでください。じゃあもう一曲聴きましょうか。何をかけていただきますか。はい、ではあの25年間歌ってまいりましたシャンソンの名曲の中から愛の賛歌をお送りさせてください。誰も知ってますね。はい、お願いしましょう。
ドクター林の健康ゲラゲラクリニック。今日はゲストに、歌手の夏木妙子さんをお迎えしてお話をお伺いしております。はい。まあ、本当にいろいろ高齢者の慰問ですかね。はい、その老人ホームとか、はい、でやっぱりその先ほど 特別養老人ホームですね。はい、特養と言われるような、はい、いわゆるそのもうあんま耳も聞こえないし聞いても分かんないような人たちのところに行って、はい、歌を歌うことによってですよ、はい、そのまあ多少なんかもう少しでも元気になるような感じってなんか分かりますか？分かります。もうね、だってなんかこうやってうなだれて、はい、顔を上げないような方がこう首を上げたり、ええ、また手拍子をしたりするので、そのホームの施設の方がびっくりしてます。だからその効果っていうのはすごい絶大だそうです。はい、なるほどね。はい、で あとね、もう一点、またホームの方もね喜んでくださるので、うん、その施設で働いてらっしゃる方もね、喜んでくださるので行ってよかったなということもありますし、うん、あと私が行くとか言うとご家族の方も、うん、来てくださったりとか ね、そういうこともあったり、だからまあいろんな意味で行くことっていうのはいいことなのかなとは思ってるんですけれども、はい、いつも定期的に行ってるところがあるんですか？ないです。以前はちょっとあったんですけれども、今は呼ばれたらということで、はい、例えば年に何回ぐらいそういう慰問されるんですか？そうですね、今年はちょっとそのデビューが入っちゃったもの、入っちゃったというかデビューしたものですからちょっとずっと行けなかったんですけれども、去年ぐらいまではだいたい年間に5回ぐらいはいろんなところに行かせていただいてました。はい、2月に1回ぐらいですかね。はい、でもやっぱりまあそうですね、ほら普通の人のところで前で歌うとちゃんと反応があるじゃないですか。うん、はい、そうですね、拍手してくれたり笑ってくれたり、ね、はい、いろいろ反応あるけど、はいはい、反応がないところでやるってのも結構大変じゃないかなと思うんですけどね。うんうん、でもね先生そんなことなくて、何ですか？うん、もうその顔色がねガラッと変わるのを見るのがねすごく嬉しいんですよ。それでこう手伸ばして握手してくれとかね、なんか反応がすごいですよ。あ、そうですか。はい、だから先生もじゃあ今度一緒に行って歌いませんか？そうですね、少しドレスで行かないとねやっぱりそういうなるほど、はい、そういうことでやっぱりやりがいがありますよね、それ歌うとね。そうです ね、はい、でも私今年の5月にねデビューさせていただいて、いわゆるレコード店の店頭でのキャンペーンっていうのをずっとこの暑い夏に回らせていただいたんですが、その時にねやっぱり感動した話がありまして、もう本当に暑いもう炎天下の中なんですけれども、歌うところでお客さんもその暑い中で知らない人ですよ、通りすがりの人が立ち止まってこう聞いてくださったんですね。それでまあ私が一生懸命歌ってるところ、まあ、マネージャーさんがいろいろ世話してくださって、もう冷たいタオルを首に当てたりとか、その海外しく世話している姿もずっと見ていて感動したと。はい、それで一生懸命ねこの暑い中キャンペーン頑張っててね、これでなんか冷たいものでもとか言って知らない人からおひねりもらっちゃったんですよ。嬉しいですね。だから日本も捨てたものじゃないなと、ね、本当に思いましたね。いや本当通りすがりのというかね、まあ、その知らない人にそうやってなんか頑張ってる姿っていうのにこう心打たれててっていうね、おしぼりなんかずっと嬉しいですよ。いやでも本当そういうこともあるんですね、やっぱね。本当にうれしいなと、もう感動しましたね。はい、まあ、しょっちゅうあるわけでもないんですか？そうですね、まあ、しょっちゅうはないですけれども。だけどそうおひねりじゃ、もうおひねりっておひねりかもしれないけど、はい、歌手の演歌の人なんかね、はいはいはい、歌ってる会場なんか行くと、うんうんうん、もう本当お客さんのところに間に入っていくと、そうですね、はいはい、もうこんな一枚ずつ連絡ってくれたファンの人じゃないですか。長年 ね応援して、だから私の場合は初めて会った人が頑張ってるということで、もう涙出ましたね。だから今年の夏は異常だったじゃないですか、暑さが。だから皆さん本当にその中で頑張ってるっていうのでね、なんか応援してくださったんだなと思って、また力をいただきました。そうですね、本当ですね、はい、あとその
何でしたか、歌謡曲シャンソン教室やることと、はい、それから夜のライブ、ライブハウス結構出てるんですか、はい、今も。いや今はあの4件ぐらいですね。4件ぐらいね、はい。それ週 2,3 回行ってるんですか。いやいや そこまではえあの今ねちょっと歌謡曲の方でもいっぱいしたので、あのそっちの方もいろいろありますので。歌謡曲とやったら 歌うところ違うんですか、やっぱり。歌謡曲はですね、営業が主になりますので、いろいろなお店に呼ばれて歌ったりですとか、まあ、いろんな方の、まあ、パーティーですとか、はいはい、まあ、そういうお仕事が主になりますので、営業の方がちょっと今は頑張っておりますので、定期的なお店に出るとなっちゃうと、そこにスケジュールがちょっと抑えられてしまうので、はい、まあちょっとお少なめにはなってるんですけれども、はい、でボランティアもやって、はい、ね、忙しいですよね。いやいやいや、もう植木も触るのが好きなので、はい、ガーデニングですね。はい。はあ、じゃあその、もう一曲いきましょうか。そのありがとうございます。何が、はい、もう本当にこの5月の15日にデビューさせていただきました。今一生懸命頑張っております。悲しみのソワレ、夜会と書いてフランス語でソワレというんですけれども、悲しみのソワレを皆様に聞いていただきたいです。はい、はい、じゃあいきましょう。
これが一番今力を入れているというね、はい、悲しみのソワレという曲ですね。歌謡曲ですね、これは。はい、歌謡曲です。シャンソンか、シャンソンといえばシャンソンかな、歌謡曲とか分かんないですね。まあでもいずれにしてももう頑張ってこれを大ヒットさせていただきたいと思いますね。そうですね。皆さんもなんか CD を買って、はい、カラオケにもあの全部入っておりますので、シャンソンとその歌謡曲って前とかな、その例えば発声方法自体も違うんですか？いやいや、あのそんなことないですよ。ほとんど同じ。はい、同じです。あ、はい、歌って大体みんな同じですかね。その同じで、同じだと。発声法って例えば、はい、ああそうですか。はい、ただ演歌とかの時の拳を回す時なんかはちょっと喉締めないと拳が回らないっていう部分があるので、ちょっと違うかなっていう部分もありますね。はい。要するにその歌を歌うと、はい、腹式呼吸をするから、はい、その健康にいいんだと、はい、いうことも私もちょっとどっかで言ったりすることあるんですけどね、はい、健康と美容にいいですよ。美容にいいですか、はい、あ、はい、生徒さんがどんどん綺麗になりますから。本当ですか、はい、もう顔の色っていうかツヤが全然変わってきます。へー、はい、そう腹式呼吸の酸素いっぱい取り入れているからでしょうね。そうですね、それはね、腹圧ずっとかけで発声やりますし、うん、ですから腹筋背筋鍛えられますし、なるほど、それでずっと立って発声練習やりますので、足の筋肉も多分すごく踏ん張るのでつくと思うんですね。で、もう10年11年ぐらいやってる長いところはそうなんですけど、一番高齢の方で80歳過ぎてる方がいらっしゃるんですけれども、はいはい、全然変わらないです。だからその皆さんを見ていて、あ、すごく歌って本当に体にいいんだっていうのを私は教わってますけれども、あと本当綺麗ですし皆さん変わらないので、はい、でお口を動かして、声を出すっていうことがまたすごくいいのではないかなと思っておりますけど、そうですよね、はい、ご自分での健康法って何かありますか？私は寝るときに必ずマスクをして寝ております。はあ、はい、普通のマスク？普通のマスクですよ、はい、ただ濡らすとかそうじゃなくて、ですね、ちょっと調子が悪いときには濡れマスクをします、で普通のときにはもう乾いたマスクで、カラスみたいなのでここから空気を漏れないような、ですから自分の息で加湿ができるような感じになってるんですけれども、でちょっと今日すごく調子が悪いという時には濡れマスクって今売ってますよね、あれを使ったり、昔は売ってない時にはガーゼのマスクを濡らしてやったりとか、あとホテルなんか行った時にはもう本当にガーゼのマスクを濡らしたりとか、そうですよね、はい、あとバスタオルを濡らして枕元にかけたりとか、いろいろ工夫はしてますけれども、朝になったら目の上にマスクあるなってことないですか？ちゃんと口にあるんですか？あるんですよ。それが心配なんですね、はい、そうですね、何もなかったとかね、寝た瞬間の時だけとかね、でもちゃんと朝かかってますから大丈夫です。先生、今のマスクとっても紐がふおり布になってまして、耳にかけると取れにくいですから、はい、細いゴム、白いゴムじゃないので。違うんだ、大丈夫ですよ。そうですか、それでマスクをかけて寝る、それから、はい、やっぱり一番喉を気を使うですよね。そうですね、もううがい手洗いはもう絶対欠かせないので、うがいはよくしますし、あとビタミン C をね、とにかくたくさん取るということですね。ビタミン C は、はい、その活性酸素を除去しますのでね、はい、いろんなウイルスが来るのもみんなそれでやっつけてくれると、はいはい、もういろいろビタミンはいろいろ取っておりますし、体にいいって言われるものは皆さんほらファンの方ですとか生徒さんとかが持ってきてくださるものは何でも好き嫌いなしにもらったものは何でも飲むようにしております。なるほど、はいはい、でそれが健康法と、あと、まあ、歌を歌うってことが一番の健康法ですよね。でやっぱりその歌を歌うってことは発声練習からやるんですか？そうです、私の教室では発声練習必ずやりますし、で私は発声練習もしますけれども、車に乗って移動することが とても多いので、車の中で必ず大きな声で歌ったりすることがありますね。で車の中もすごく乾燥しているの で、私よく冬になると足元にお湯をまきます。ああ
はい、車の中の足のマットのところ、うん、で足の吹き出し口から、うんうん、空気暖かい暖房が出るじゃないですか、ですからちょっと助手席の方に誰も乗ってないのでそこにお湯をちょっと撒いたりするんですね。そうすると車の中が加湿されるんですね。いろいろ気使うもんですね。そうですね。ちょっと喉がおかしくなってでも仕事しなきゃいけなくなったとありますか？あります、もう本当にあります。ですかそれがね先生思ったんですけど、うん、プロ意識ですね、うん、どんなに具合悪くても、うん、こうステージに立った時には声が出るんですね。あ、なるほどね。咳も出ない、うん、本当に出ないんです、うん、ですからそれは本当になんかこう緊張感がどっかにこう出るのかな、うん、そうなんですよね。でも先手先手で、ええ、調子悪いと思ったらもう本当にかかりつけに行って、うん、なんとか、うん、もらったりもしてますけれども、うんうんうん、今年は本当に冬が短いというか秋がなかったというかこうそんなに乾燥した日が最近、ね、寒くなってきたので、体調はとても良かったですけどね、うん、でもこれからがね急に本当に寒くなりましたからね。これからですよ本当にね、はい、いや本当にぜひぜひ頑張ってこの悲しみのソワレと、はい、トリトンの街、はいね、頑張っていきたいと思いますのでどうぞ応援のほど皆さんよろしくお願いいたします。今日はありがとうございました。どうもありがとうございました。また後ほど、はい。ドクター林の健康ゲラゲラクリニック。それではここで今月の推薦歌謡曲のコーナーに行きたいと思います。人々の心を癒し勇気づけてくれる歌謡曲、かけていきたいと思います。今月は熊谷宏美さんの歌をお送りします。愛の終わりに選んだ場所は北の最果てのサップ岬、もつれた糸を解くよりも切って捨てたい女の未練、空を飛び交うカモメのように忘れて飛びたい根室海峡、熊谷宏美さんです。のサップ上はお聞きください。
越えてはいけない川にする。抱かれりゃもっと後を引く これからのご予定は何かありませんかね。はい、12月の28日に市川駅前の三輪というところで忘年会ライブというのがございます。夕方6時から5時会場6時開演で、はい、5000円で5000円ですよ。ちょっとワンドリンクと、はい、ちょっと何か食べ物と、年越しそばもついてると聞いておりますけれども、はいはい、でお客様が来ていただいて2部は紅白歌合戦をやりますので、はい、歌いたい方は譜面をお持ちください。じゃあ5000円プラスおひねり1万円1万5000円さんをできてください。嬉しい。でそう、高齢者施設の疑問はないんですね。今年はもうない。今年はもうないですね。それがあったら私も早く入って待ってるかと思ってます。先生入ったらすぐ言ってください。そうですか、はい、でも本当にこれからね一生懸命うがいしたり手洗いをしたり、はいはい、風邪の予防をぜひ、はい、気をつけて頑張ります。本当にこれ急に寒くなったりするとね、これ本当急に入って風って入ってきますので、ね、はい、ぜひ気をつけていただきたいと思います。どうなんでしょうかね。来週はまだ来週も寒くなる。でももうすぐお正月ですよ。また来週はクリスマスですよね。そうですね、お正月になりますよね、はい、もう本当に。そしてクリスマスはどうやってお過ごしになられるんですか。クリスマスはあれですよね、はい、イブはあそうか、でも仕事ですよ私のクリスマス。そうですね、25日はまた来週ラジオがありますね、うん、そうですね、はい、ということで、本当に忙しく過ごさせて、ね、お互い忙しいでしょうけど、うん、ね、年末はずっとあれですか。ずっと正月もなんか仕事入ってですか。もう1月の私は4日から仕事が入っておりまして、野山の方にちょっと営業で行ってまいります、はい、朝早いので、はい、頑張って混むかな車なんて思ってますけど。あ、そうですよね。まあ、本当に健康に本当に注意されて、まあ、注意されてないと、はい、当然注意しすぎてすぎこんなに言うことじゃないですね。ご自分でちゃんと気を使っていらっしゃるでしょうから、我々がもういろんなこう教わってね、本当に患者さんに明日教えようと思ってます。そんな金取ろうと思ってます。いやいや本当にありがとうございました。またね、はい、ずっと頑張っていただきたいと思います。はい、頑張ります。ありがとうございました。じゃあ皆さんまた、来週もね、来週も見にかかります。それまでどうぞゲラゲラ笑って楽しくね1週間お過ごしください、はい、ありがとうございました。さよなら。さよなら。世界中が笑顔で暮らせたらいいな。踊ろうよ元気で楽しく今日も。お医者さんが世界中が平和に暮らせたらいいな。